熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンのクラブスローガンである挑め高みへのもと躍動するチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。9月3日、ロアッソ熊本はアウェーでジェフユナイテッド千葉との試合に挑みました。前半は相手に押し込まれる展開が続きましたが、田代のセーブやゴール前での集中した守備で得点を与えず0対0で折り返します。後半では決定機を何度も作りましたが決めることができません。試合終了間際、相手に点を許してしまい0対1と悔しい結果になりました。おはようございます。熊本県出身、元大津高校サッカー部マネージャーの高田坂です。高田ちゃんと呼んでください。ロアッソのホームゲーム観戦の魅力の一つ、それがスタジアムグルメ。このコーナーでは高田ちゃんがスタジアムに来たら食べてほしい一押しグルメを紹介します。私さつまいも農家の娘で、今回のグルメ武将堂さんです。とても気になっていたお店です。文章堂はさつまいもを使ったさまざまなスイーツを提供しているお店です。おすすめのグルメをお願いします。はい、冷やしゃり大学芋グラン。はい、冷たすぎて湯気が出ています。湯気じゃなくて冷気が出てます。こちらは夏季限定のメニュー、まるでアイスのような新感覚の大学芋です。外は甘じょっぱくて、中のお芋がシャリシャリしています。で、溶けたらさつまいもの甘さがふんわりと口の中に広がるような、ちょっと不思議な大学芋です。で、多分アイスみたいにすぐ溶けないので、こうやって応援してる時もずっとひんやりして、もうひんやりしながら応援できる和スイーツです。美味しい。まだまだご紹介したいグルメたくさんあるので、次回もお楽しみに。次の試合は今日行われる藤枝舞 FC 戦です。スタジアムでロアッソを応援しましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。はい、今日はこの3人でお送りしたいと思います。お願いします。今回トークするのはこちらの3人。ゴールキーパーの増田選手は経験豊富で若手からの信頼が厚い選手です。ミッドフィルダーの東山選手は足元の技術が高い選手です。ディフェンダーの岡崎選手は安定感のあるプレーでチームを支えています。一番年上なのが34歳の増田選手、そして岡崎選手と東山選手が24歳です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。そういうのとかどうですか、出すタイプですか、あの選手だぜって。いや全然出さないけど、そうですね、何やってるよってなるね、やっぱり。はい、それの時やっぱ言うんですか、しっかり。あ、ちょっとロアッソで選手やってますって言って応援お願いしますって言おう。いや、俺だからそれ言えないんですよ。あ、そうなん。サッカー選手って言えなくて。あ、そうなんだ。俺毎回大学生ですって言うから。そうなの。はい、そうなの。なんかサッカー選手ですってあんま、ちょっと本当よくしてもらっちゃうのが申し訳なくて、清水とかがすごかったんですよ。もう言う前からもう分かっちゃってて、もういいや、食ってきなみたいなのとか、これ持ってきなが、最初はめっちゃ嬉しかったんですけど、なんか申し訳なくみたいな、それに伴ってないなみたいになってきて、隠せるなら隠したいっていう。あ、そうなんだ。タツは言うタイプ？
いや俺も言わないかもな。言わないだ。言わないっすね。なんかイットイッタどうも。イットサッカー選手ですって言うよ。多分言うな。イットだもん。俺でサッカー選手です。ロアソです。昨日出ました。いい感じで。あいつら。でもそういうやつだから少ないですよね。多分少ないから。ユウセイ言ってたな。俺とユウセイ一緒になんか出かけてて接客されてて言われたら俺はこうやって見ててユウセイこっちで仕事ないさせて絶対言うな絶対言うな絶対言うなって言ったら、いや一応サッカーやっててえおいでしたら俺も絶対言われるから、じゃあお兄さんですかみたいな。まあ一応そうですマネージャーって言えよ。それでも隠すんだよ。選手とマネージャーで出かけたら仲良すぎでしょ。いやでも確かに服屋とか聞かれるもんな。めっちゃ聞かれる。ズボン俺めっちゃ太いんで、足太いんでズボン太いの買うんですよ。確かに。ほんならもうあっちの人が何されてらっしゃるんですか絶対聞くじゃないですか。そう、ね、俺もこう見えて結構。いやいやお前見えてんだよ。お前は元からね。元から見えてるお前見えてんだよ全部。絶対言われるもん体のこと。皆さん結構ガッチリしてるからなあ。パンツ履いた時にさ結構筋トレハマっててバレてんのかな俺らが隠してんの。だったら言ってくると思うんですけどね。知ってる人は知ってる。知ってる人は知ってるですよね。応援に来たことあるとかさ、じゃあ恥ずかしくはないですよね、バレてたらバレてて大学生って一番恥ずかしいか、一番やばいよ。だから正直に言った方がいいよ。確かにそうなるな。話はつきませんが続きは次回。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回挑戦してくれるのは川尻スポーツクラブ。川尻地域を拠点に活動しているチームです。挑戦してくれるのはこちらの2人。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック。持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。桑原更新です。全部決めれるように頑張ります。右下狙います。頑張れ。やったー。しかしこの後2本連続で外してしまいました。どうなってしまうのでしょうか。左下狙います。頑張れ。わずかに外してしまい後がなくなりました。真ん中狙います。惜しくも外してしまいここでチャレンジ終了ということで記録は2つ。おめでとう。清原瀬奈です。全部決めれるように頑張ります。2本連続で外してしまいました。どうなってしまうのでしょうか。真ん中狙います。左下狙います。わずかに外してしまい後がなくなりました。惜しくも外してしまいここでチャレンジ終了ということで記録は2つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第34節藤枝舞 FC との試合が今日の午後6時から行われます。この試合では先着1万5000名様に平田サンクスマッチオリジナルベースボールシャツをプレゼント。ハーフタイムではババババンビのスペシャルライブも開催。 TKU でこの試合を今日の深夜1時40分から録画放送します。ぜひご覧ください。第36節栃木 SC との試合が
9月24日日曜日午後7時から笑顔健康スタジアムにて行われます。そして今日は混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関もしくは無料送迎のパーク&バスライドをご利用ください。予約がない方も会場で受付いたします。また JR 光の森駅からの臨時シャトルバスが午後2時より運行されます。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、旧ツイッターの X に投稿してもらうものです。東郷選手の宿題はまだまだ募集中です。皆さん挑戦してくださいね。みんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引き換え券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は9月13日までです。ぜひ投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は旧 Twitter の X をチェック。ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは旧ツイッターの X で。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。